カーウィディ・アムジャス・パーカーはアメリカ合衆国の教師。1907年から1932年まで25年間、アメリカ合衆国のオレゴン州立大学で学長を務めた。1932年、オレゴン州高等教育機構の初代総長に就任し、1935年まで務めた。その他、ブリガム・ヤング大学、ユタ州立農業大学でも学長を務めた。 ユタ州リッチモンドに生まれる。ユタ大学で数学を収め、1885年に理学志望を取得。1887年、ブリガムヤング大学で数学を教え始める。また、ユタ大学でも教鞭を取った。1885年に結婚し、4人の娘と2人の息子を授かった。その後、モルモン教徒として育った彼は、 その当時、モルモン教で認められていた、イップタ再生に従い、ユタ州スミスフィールドで働く、学校教師を二人目の妻として迎えた。モルモン教が、イップタ再生を廃止したことを受けて、カーは二人目の妻との離婚を余儀なくされた。ショックを受けたカーと二人の妻は、その後モルモン教から回収するに至る。オレゴン州立大学学長に就任後、重婚歴を持つカーは、 人々のモルモン教に対する嫌悪感により、誹謗中傷を受けた。この中傷は、カーは、モルモン教に対して、今となっては、何の信仰もないことを改めて公にするまで、続いた。退職後は、ポートランドに移住し、1947年に、同地で没した。ありがとうございます。